という感じでもう言うまでもないですね。はい。そう、つながり力。文脈から類測して該当箇所を見つけ出す。と、この件が取れてます。文脈から推測して該当箇所を違うな。その人の気持ちが本当にわかるかどうかよりも文脈から類測。深いね。はい、そんな不安や恐怖から自由になるには、お金基準ではなく楽しいか楽しくないか、自分が好きか嫌いか基準で勇気を持てる。好きか嫌いか。はい。はい。ケンは言います。ケンは言います。ケン。これは人生で最も大切な質問の一つです。一瞬で人生を変えるには何をやったらいいだろう。以上。ワクワク尊厳シティが言っています。周りが言うから自分も言うというレベルで発信されるメッセージは本物のメッセージとは言えません。情報が氾濫する中で、これからは本物のメッセージを発信しなければ相手にされなくなる時代です。姿見駅。はい、ミラクルなつながり力を身につけるためにはとにかく安全に行動してね。以上です。はい、田舎力は言ってます、自分で作った芋が原料の焼酎、それはある意味究極のオリジナルブランドだ。何か作ってください。それをブランドにすればつながり力は。作ってるね。ありがとうございます。さあ、素晴らしいつながり力について、リン・ツイスは言っています。十分にないと誰が決めたのか。それはすでに存在するものですけれども、欠乏な十分にないということは自然にも元々の人間の性質も存在しないということです。ホリエモンは言ってます。知らないことは恥ではない、という気持ちで誰とでもお話すればいいんじゃないでしょうか。東川町町ね、町ね。東川町ももちろんそんなスーパーな東でつながり力で発展していくんでしょう。以上です。ありがとうございます。じゃあ自然とクスボロの渡った。